こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ミンゴル始めていきましょう。ミッションチームでってことか。発表もう終わってるんですね。短かったからね。はい、あくまでこれハイライトでプレイできるわけじゃないですね。70だもんな。あー、今日で終わりか。なんかこの5周年イベントはさあ適当にやるしかないですね。手にしなきゃダメなんですね。ワンオンはまあ難しくはないか。やっと、いいね。お、面白いかも。あ、止まってくれ。 3.2m。 これでも足りないかな。お、くるくるパッドだ。イーグル、やりました。3000ポイントです。順調ですね。まあでもみんなイーグル取ってるんですけどね。サナさんがまだ残ってますね。入った。ソリアンさんも入ったみたいだ。それでも最長ドライブ距離ではあった。ありがとうございました。
じゃあ脱出しましょう。こんな感じでどんどんやっていけばいいわけですね。こうやって作ったら面白いね。作る勇気はないな。いつものやってみよう。千と千尋。よし。行け。ちょっと足りないのか。これならどうだろう。え？いや。どうかするか。出さなくていいっていう感じですね。やっと！いいね！和音がもう必須になってますね、このゲーム。祝本ってなんだ。ああいい。あ、でも手前か。カラーの部分ですか。あ、もう抑えた。得点で有利に立ってますね。教えてます。結構近い感覚はないか。勝てるかも。強気にいってもいいな。ほぼ平坦ですからね。このぐらい。あー、でも64センチ。入れません。でこれ入れば勝ちですからね。しっかりバーディー確保です。はいよ。あ、ツアーもやってみますか。いや、ビギナーしか参加できないの。今回の相手はと。35。相手が悪いな。レッツゴー。パー4。なあ、相手の方が有利ですね。ナイスショット。ちょっと微妙に傾斜がついてるのは気になるな。他の方に乗せた方がいいかもしれない。No!
まったいいね安定してます。これならピンはしっかり楽に狙えるんじゃないでしょうか。違うのかな。入ってきた。もうちょっと飛ばしてもよかったかも。番手を一つ上げた方がいいかもしれないですね。 4.6m 向かい風ですからね。さあちょっと時間があるのか。うん、乗ってます。距離はどうか。あーでも多くないな。これは負けた。マジチャンスも何もないよ。もっとこっち側だな。微妙に下るんですよね。そこ気になる。ああ行き過ぎた。やっぱりこれは難しい。いない。次こそは。できるんですね。スパークみんなでゴルフやってみよう。ランタラって何だったっけ。まあ、参加だけはしておこう。途中で曲がって絶対引っかかるだろう、塔に。全然曲がらない。そう、オンはした。でかくアップだ。
パワーキープ。よっと。スコティッシュクラシックオパー3ですね。これは別に打ち下ろしなんで、癖があるわけじゃない。風がね、結構向かい風が強いんで、相殺するとこうなりますね。でっかカップだ。ワンオンです。 2.5m。 しっかり決めていきましょう。いける。ほっ、 OK。 最初ホールかな。ハンターのカントリークラブ、これほぼ直線ですね。これもまた向かい風だ。あれ、いや、もうオーバーしてるんだが、なんで。多分ショートする。あ、でもないか。ほっ、オーケー。おっとっと、ない。みんなの運ってなんだ。あーっと、左に行ってしまった。離れたな。よっ、どうでしょう。ちょっと足りない、距離が。あー、わずかに足りない。パー4だからな。ピン狙うしかない。どうだ。あー、いいアプローチだったんだけどね。パーはやっとですね。よっと。おっとと、まあ仕方がないです。アワード、ありがとうございました。コンペメダルってあるんだ。
パントラ2回やって終わるか。引っかかるよね東京に。お、すごいバウンド、またバウンドする。どうだ、 OB クイゾーンから出会えるか。はい、ダメでした。これ下ってんだ、良くないなあ。でも止まりそう。いや止まらないんだこれ、嘘でしょ。うわ、地獄への道だ。 OB 杭が見えてるぞ。あ、止まった、ようやく止まった。いや、そうでもないか。もうやけくそですね。いいナイスアプローチ。は？制限時間って何？1ホールはこれちょっと刻んでいこう。怖い、あ、怖い。どうせは青無理だしね。はい、バンカーがちょっと怖いけど入らなきゃ OK でしょう。103ヤード。なんか偉い距離出てない。いや、そんなことないか。あ、入らない。あ、時間制限結構厳しいな。はい、入りました、パーです。よっと、へへ。いや、意外と時間制限厳しいと思います。名前、3位の名前やばすぎだろ。一株、たチーム入りじゃないよな。ゴルフ13も笑えるな。上通は名作。
ちょっとオーバーか。この持ち。まあ、ワンオンしたけどね。いける。オッケー。レタカップです。通気で打ってもいいっていうのは嬉しいですね。あんまりいいショットじゃなかったか。距離はすごいあるね。デカカップなんで強気いきます。おっと、ちょっと足りない、いや足りないというか左を逸れたね。パーはキープしたが、よっと、へへ。タチヒロシ、ゴルフ13が、ジョーツーさん強いなやっぱり。得意ですね。おっとと。ありがとうございました。完走できなかったのか。でもう一回参加 すればいいですね。運ってなんだ？逆だ、逆だ。え、これでも当たるんだ。嘘でしょ。何に当たったんだ。すぎですね、まあ、
ダボです、チダとかもう出してる人いるからな、簡単じゃないです。時間切れでもう5人しか残らなくなってしまいました。ちょっとこの1ホール目地獄なんじゃないの。もうちょっと時間欲しいですね。はい、あ、ちょっとオーバーか。ちょっとじゃない。あ、いや、そんなにオーバーじゃない。距離は近いんで、次入れますね。OK、バーディー。ルさんが入れば次のホールです。恐ろしいですね、これ。おっと、ああ、わずかにそれた。はい。よった。小屋さん、小屋さんも入ったんじゃないかな。4位です。ありがとうございました。最初カジュアルコンペ1個だけやって終わるかな。ホール数は1でいい。ドバイの追い風さん、プレイです。飛ばせんのか、このホール。あ、なんで戻るんだ。あ、ラフだ。嫌な戻され方してんな。ビルの横を吸い抜けていき、天国へ、オアシスへ。これ20ヤード。
が足りないんだ。あ、これでも足りない。入りました。よっと。終わり。マジカさんがまだ残ってるか。残り14ヤードになりました。もうほとんど目の前だ。入ったかな。コンペを作ることもできるんですね。一緒に作ってみよう。MP チャージってあ、はいはいはい、ランクマとかでチャージできるんですね。はい、ということで、モンゴルファーカードなんてあるんだ。これかな。ということで、ここまでとなります。
よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。概要欄にプレイリスト、ブログ、ツイッターございます。よろしければ、これらアクセスしていただければと思います。まだお方ツイッターのフォローもお願いいたします。ということで、ミンゴル遊んでいきました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。